はい、皆さんこんにちは、マサでーすっていう感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、今回はセリアでね、ちょっといいもんを見つけてきました。これね、こんなんありました。これね、イスズのエルフね、これあれですよね、走れ走れイスズのトラックの、あのイスズのトラックですよね。これね、セリアで売ってました、100円で。イスズのエルフが100円で売ってんのと思ってね。よく見たらね、これここ、扉も開くしね、このね、荷台も取れるって書いてあったからね。それでパーっと見てて、後ろも、後ろも同じようなこと書いてるんですけども、100円からね、これどんなクモかわからんけど、買ってきました。続いて、とりあえず開けてみたいと思いまーす。ね。イスズのエルフね。ドアも開く。荷台が取れるよってね。書いてるんですけども。結構ね、おもちゃ売り場のところにありましたね。それでね、ちょうど、僕がこれね、見てた時にね、ちょうどね、4、5歳ぐらいの男の子かな。もうね、これね、欲しがってっていうか、もうこれ取ろうとしたんですけどね、結構上の方に、ディスプレイされててね、だからちょっと手飛ばしても取れせへんような感じだったからね、取ってあげたんですよ。そうしたらね、なんとね、その、後ろにいたね、お母さんみたいな方がね、ちゃんとね、お兄さんにね、ありがとう言うたって言って、お兄さんって言われましたっていうね、そういうのね、ヤングママにね、お兄さんって言われてね、ちょっと嬉しくなって帰ってきたこのおじさんですって感じなんですけども、ご覧の通りね、タイヤはね、めっちゃ動きます。フルバックじゃないですね、これ。チョロキューみたいな感じのね、浮いてね、音は開きますね。結構、ちょっと甘いかな。だけど、パチって。だけど、結構閉まりますけど、これガラスはないですね。これなんか乗せられるかなと思う。サイズ的なやつがね、いいサイズのやつがないですね。結構ちっちゃいやつでも入らないと思いますね、これ。これね、前のこれ、ちっちゃい十四松くんの、フチコさんサイズのね、十四松くんでもちょっと入らない感じですからね。だからもうちょっとちっちゃくて、いいサイズのやつがあったらね、入ると思うんですけども。これぐらいのフィギュアのやつがあったらね、まだ乗せたらいいと思いますよ。中かでもね、結構、シールとかは貼ってないんですけども、普通の2シーターでね。問題はね、この荷台。荷台はね、これ、普通のトラックみたいなのあるんですけど、これ見てたらね、あれって、あれいけるんちゃうかなと思って、ワンチャン。それで、僕持ってるやつは、もうちょっと色を塗ってね、ちょっと、錆びさせてる感じね。ちょっと、ついでやから、一つ買って帰ろうかなと思ってね。これを買ってきました。コンテナね。これ、国鉄の白が欲しかったんですけどもね。白の方が合うかなと思ってね。だけど、緑しかなかったから、いいんですけども。これは皆さんご存知。この小物入れのね、あれな、コンテナなんですけどもね。セリアにありますよね。JR のやつもあるし、いろんな種類あるんですけども、これ乗らへんかなと思ってね、やったんですけど、結構ね、パッケージの上から照らし合わせてたんですけど、微妙やなと思ってたんですけどもね、やっぱりちょっと大きいかなと思ったんですけど、この荷台が外せるよっていうのがね、あったのでね、こうしたらね、いけるかなと思ってね、これ荷台、これパキっていかへんやろな、これちょっとね、荷台がどういう風に外せる、パキッ、普通に外せるっていうか、簡単に外せますね。こういう風に、ポッキがついてるだけだから、ちょっと、無理やり外そうとしたからあれですけど、普通にこの垂直にあれしたらね、いけると思います。そしてね、これ、いけるな、これ。これ、合うな、これ。バッチリいけますね、これ。結構この、噛み合わせ、これに合わせた、これを乗せてくださいっていうばかりの、この、あれですね。ほら、できた。これやっぱり白が良かったかな。緑でもいいですけどね。これいいな。イスズのトラックはこんなんかどうかよくわからないんですけども。これはね、お好きなコンテナが、
やったりと思うんですけども、これもうちょっと一回り大きいやつあるんですけども、それは多分無理やと思うねんな。これね、一回り大きいやつこれ縫ったんですけどもね、うん、これはちょっとね、あ、やっぱりちょ、これはちょっとね大きいですね。うん、これと同じようなやつあったんですけども、これはこんな風に縫ってしまったからね、サビサビでね、またね、うん、だからもう小物入りにしてるからね、まあ、新しいやつ買ってこようと思って、うん、これどうかな、白の方が良かったかな、やっぱり。うん、で、ね、あ、ちなみにこれは白しかありませんでした。うん、イスズのトラックね、まあ、トラックの方よく、ここは前は一応クリアのあれがついてて、ライトは別になんもない、ここもライトも普通の透明ですね。あとは色とかはついてないな、別に後ろもね、うん、これも簡単に、あんまり前後ろはないみたいですけども、これをただはめるだけですね。うん、初めはちょっとカタカタですけど、何回かしたらあれですね、いけます。うん、こう言ってね、まあ、これでもなんもいくらでも乗せられますしね、うん、この前のこのうさぎくんでも、ね、乗せるしね、うん、これいいですね。これ探検隊のジープにしようかな、ジープというかトラックにしようかな、うん、これコンテナやったらな、うん、これあんまりガチャガチャしたらパキっていけるいくかもしれませんけども、これだけではちょっと安定悪いからね、うん、まあちょっと両面テープとつけたらね、もう固定しすると思います。うん、ということでね、今回はねセリアでね、この走りイスズのトラックとね、このコンテナが合うかなと思って買ってきました。うん、バッチリ合いましたね。うん、でセリアでね、うん、お兄さんって言われてね、ご機嫌になって帰ってきた、僕なんですけども、うん、ま、僕は死にませんって感じね、こういう遊びもできるよっていうね、うん、あれ今日はこういう動画でしたって感じなんですけども、うん、そうですね、今年はこんなもん、今年はっていうかね、まあだんだんね、もう年末近づいてきてね、もう12月ですからね、うん、まあどの辺で動画を切り上げようかなと考えてるんですけども、まあね、ぼちぼちやっていきたいと思いますって感じで、今回はねセリアでね、今回はこのイスズのトラックを見つけたのでね、うん、買ってきました。ちなみにカラーはこの色しかなかったですね。後ろはちなみにこんなですね、チャッチーですけども、うん、まあよろしいんじゃないですか。うん、まだ僕行ったところは、あんまりこれバチバチやったらね、これ甘くなってくるからね、あんまりしない方がいいですね。うん、僕もすでにちょっと甘くなってるけども、うん、まあちょっとまあ見栄えにはね、そこまで、ここもガラスあったらねいいんですけどもね、うん、あ、だけどガラスない方がこれね、箱乗りみたいなできてね、いいかもしれませんね。うん、こっちの方が乗りやすいかもしれませんね。うん、ということでね、これまだまだね、あると思いますのでね、セリアかキャンドもあるのかな。うん、で、皆さん、ゲットしたらどうでしょうかってね、この JR のもあったんですけど、やっぱり国鉄のコンテナがちょっと懐かしいので買ってきました。うん、ということで、今回はこんな動画でした。それでは、皆さん、ありがとうございます。まったね。ちなみにね、この、カメラ男はこの、ダイプスマスクで、この定番人物として表した、登場させていきたいと思います。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。よかったらまたね、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ではね、バイバイ。これね、逆向けができてね、痛いんですよね。うん、親不孝してるからかな。うん、よくわからないですけどもね。うん、ということで、皆さん、さようなら。まったねー。ありがとうございます。